チャンネル登録お待ちしております。本日はオリックス、これはもうちょっとあの A クラス間違いないでしょうでございます。前半戦もね、間もなく終了ということで、オリックス非常に調子がいいということで、本日ですね、7年ぶりに首位ターンが決定をしたということで、これ撮影日昨日なんですけれども、オリックスですね、非常に好調だというところなんですね。で、打線に関してやっぱりラオウと、そして正隆、この2人が牽引をしていて、安打、出塁率ともに正隆がやっぱ半端じゃないですよね。で、打率、本塁打、打点に関しても正隆、そしてラオウが、必ずどこかの項目には出ているということで、この2人がですね、前半戦を牽引してくれたのかなという印象が強いです。で、投手に関しても、やっぱり由伸とこの宮城、この2人がですね、防御率、そして勝利、そして奪三振、勝率というところで、非常にですね、毎回ここの項目で上位を争っているというところですよね。はい。で、大きな要因としてやっぱり3年ぶりの貯金が、あったり、これ非常にテンションが上がりました。で、7年ぶりに単独して、これ非常に、感動しまして、泣いてしまいましたけれども、他にもやっぱり2度目のね、交流戦優勝、これはもうですね、ちょっともう、テンションが爆発しましたね。はい。で、その他にも、7年ぶりの11連勝、これはもう訳が分かんなかったです、正直ね。こういったところからですね、前半戦をね、首位で、折り返したということで、12球団ではなくてパリーグですね、失礼しました。パリーグでも、失点得点2位、そして本塁打に関しては1位ということで、非常にいい調子がいいということで、ここまで来たらですね、A クラスはちょっと硬くないかっていうふうにね、ファンとしては、思ってしまったりします。ですので、これからですね、オールスターがあると思うので、がっつりですね、リフレッシュをしていただいて、後半戦、同じようにですね、5部で行くと、A クラスは間違いないのかなっていうふうに思うので、ぜひですね、皆さんには、頑張っていただきたいなというふうに思っております。本日の動画は以上となります。チャンネル登録お待ちしております。